皆さん、こんにちは。こんにちは。トリプルハートのミキ先生です。さあ、今日は正しい姿勢の応用編をレクチャーしていきたいと思います。はい、何をするかというと、今日はちょっとね、ゲーム形式でやっていきたいと思います。まず正しい姿勢を作って、何をするかというのを私がお見せしたいと思いますので、マサ先生にお手伝いをしてもらいたいと思います。はい、じゃあまずね、正しいものをやっていきたいと思います。何をするのかっていうのをね、じゃあちょっとやってみてもらってもいいですか。はい、私はただ正しい姿勢を作ってます。はい、それで、そう、押してもらいます。おお、この時にしっかりとそう、この正しい姿勢をキープしたまま、今ね、こっち側から押されたんですが、反対側からもお願いします。はい、こういう風にしっかりとここに留まっていられるようにしていこうっていうゲームです。はい、今やったのがね、正しいものなんですけれども、まあよくあるこれじゃダメだよっていう例もやっていきますね。まず力が抜けてしまっているとこうなります。ああ、こういうパターンもありますとか、もう一回じゃあ押してもらってもいいですか。はい、こうやって足ごと動いてしまったりとかっていうこともあります。なのでしっかりお腹とお尻に力を入れて立っておくっていうね、練習をしていってください。はい、逆に今度力が入りすぎてしまうパターンもあって、これギューって押し返してます私今。それがどうなるかっていうと、力が抜かれた時に音と結局やっぱりフラフラってしてしまうので、押し返すんじゃなくて、正しい位置にずっといる、ただここにいるっていうことだけを意識してやってみてください。はい、分かったでしょうかね。というわけで今日はみんなも一緒に正しい姿勢を作って10秒間キープできるかどうかのゲームをやってみたいと思います。はい、じゃあ一回正しい姿勢作ってください。みんな覚えてる？足は？足肩幅だよ。そう、ベースポイントを思い出してください。はい、さあ全部できたかな。手は横にある。はい、それでは10秒間私と増田先生がみんなのことを押しに行くので、倒れないように頑張ってみてください。テレビの前のみんなも、テレビかどうかわかんないけど、一緒にね、やってみてください。それでは参りましょう。よーい、スタート。みんなも上手にできたでしょうか、ね、これ秒数伸ばしたりしていろいろ調整してやってみてください。それでは今日はここまでにしたいと思います。またお会いしましょう。バイバイ。